タープラネットの柳津です。ギタープラネットの翔太です。今日ご紹介しますのはこちらの新製品、ピートソンシグネチャースタンダード HSS です。ピートソンさんってあのギタリストの方ですよね、はい、そうですね。で今まで通販バッカーのこちらのモデルを制作されていたんですけれども、今年新しくシングルシングルハムの組み合わせ、こちらのスペックが発売されたので、今回はこちらをご紹介していきたいと思います。早速なんですけど、はい、どういうところ特徴ですか？はい、まずはピックアップなんですけれども、シングルのところは V63、63年製スタイルのシングルコイルが載っていて、リアにはソーンバッカーが搭載されています。このカバーが切れてるハムバッカー珍しいですよね。そうですね。セレクタースイッチは 5A スイッチで、トーンノブにシリーズパラレルのスイッチがついております。ネックについては本人が所有している64年のヴィンテージを元に作られておりまして、そんなに薄すぎない、本当にちょうどいいネックシェイプになってますね。じゃあ、はい、この新しく発売したシグネチャーと以前のモデルで、まあ、ピックアップは違うのはパッと見わかると思うんですけど、そうですね、他に何か違うところってあるんですか？結構木材が大きいのかなと思います。こちらはマホガニーボディ、マホガニーネック、ローズウッドシバンなんですけれども、新しく登場したモデルはアルダーボディにローステッドメープルネックにエボニーシバンになってます。ガラッと変えたんですよね、はいはいはい、じゃあ以前のモデルはいわゆるマホガニーマテリアルにツーハムバッカーの、はい、まあ、G 社的なサウンドのアプローチの方向、はい、で今回のモデルはアルダーでメープルで、まあ、そのシングルコイルが乗った F 社のタイプのシグネチャーってことですね、うん、はい、そうです。早速じゃあ、はい、以前のモデルから出していきたいと思うんですけど、お願いします。ちょっと普段サーのギターを弾かないので1個ずつ確認してもいいですか？はい、これがまずじゃあリアの音、でトーンを引っ張るとリアのパラレル、はい、パラレルに変わります。結構音作りの幅広いなって感じしますよね。そうですね。でこの 5A セレクターの2番がリアのタップ？リアのタップになります。確かにパラレルよりもちょっとシングル感というか、うん、コリッとした感じの音になりますね。そうですね。真ん中が何でしたっけ？真ん中が、ツーハムバッカーのミックスですね。はいはいはい。甘い音ですね。そうですね。このハムのミックスの時にリアをパラレルにすることもできるってことですよね。はい、マホガニーっていうのもあるので低音の土台はすごいしっかりしてます ね。 でこの4番はフロントのハム。そうですね、はい、ごめんなさい、私も混乱してきちゃった、はい
ですね。魔法ボディ、魔法ネックのいわゆるこういうディンキーシェイプのギターのフロントのハムってすごいこういう味わいがあっていいですよね、じゃあ最後、最後はフロントのタップですね。カッティングできますね。私結構フロントのハム良かったなと思って。歪ませるとフロントのハムのこの辺の粘っこい音めちゃくちゃいいですね、なんかもうローフレットからハイフレットまで弾いて どこもいいですよね、じゃあ続いて新製品の HSS の方ですね。これまずネックシェイプ全然違う、あ、違いますよね。前のモデルは結構薄い感じの、まあ、サーでよくあるネックシェイプだなと思ったんですけど、これは確かにちょっとボリューミーなあの60年代中期型のまあ、ヴィンテージスタイルのシェイプかなと思うところですね。でリアのじゃあハムの音からいきましょう。お願いします。音色の構成が全然違いますね。そうですね。なんか魔法ボディ、魔法ネックって、マホガニーの音色の情報でまとまってる感があったんですけど、これはアルダーとメープルと、まあ、かつエボニーとで、すごくなんか倍音というか豊かな、きらびやかな雰囲気がありますね。はい。でここは引っ張るとリアのシリパラ。はい。あれですね、はい、カバーがない分リアの音がクリアな気がするというか、まあ、他にもあのメープルネックとか、いろんな要素あると思うんですけど、幾分かこのパラレルにした時のニュアンスがより F 社っぽいというか、これこのまんまの状態でちょっと歪み聞きたいです。ああ、はい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 。リアのパラレル、はい、パラレルで。そうですね、じゃあクリーンに戻って、はい、2番目が何でしたっけ。あ、ミックス、ミックスだと思います。はい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 。
通りいいですね。そうですね、音圧というかはっきりした感はあるんですけど、うんうん、63年スタイルっていうか、うん、そのおっしゃってることはすごく理解できる感じがしますね。4番、はい、このシングルコイルのミックスってことですよね。そうですね。いわゆるですね。いわゆるですね。これなんか、はい、例えば、あの63っていうのはすごい、はい、フロントのクリーンは、でエボニーシバなので、うん、フロントでもこう音が崩れないというかすごいクリアな感じがいいですね、うん、歪ませるとシングルの感じと、まあ、リアも、リアとフロントでそんなに音量差がないのがいいですね、うん、バランスがすごくちょうどいいですね。これ今日2本並んでて、はい、なんかどっちも黒いなと思ったんですけど、はい、これでもちょっとなんか黒とはいえただの黒じゃないですよね。グラファイトメタリックっていう新しいカラーなんですけど、これ動画で分かりますかね。大きめのラメが入っててめちゃくちゃ綺麗なんですよね、この色。これスポットライトとか当たったら絶対かっこいいですよね。だいぶ映えしますよ、うん、あの今回吉岡さんに2本とも弾いていただいたんですけれども、はい、吉岡さんのお気に入りの1本ってありますか？僕に聞いちゃいますか？ちょっと普段フェンダーを取り扱ってる吉岡さんに聞いてみようかなと。まあ今回こっちのプロモーションだと思うんですけど、そうですね、新製品、意外と気に入ったのはこっちなんですよ。でもこっち、はい、そのまあ僕はたくさんフェンダーのギターを扱ってきて、はい、プライベートでもいっぱい持ってるので、うん、僕のプライベートコレクションに今加えるんだったら、はい、持ってないこのマホでハムのタイプってすごい粘り気があって素敵だなって思ったんですけど、でももしバンドの中で演奏するってなった時に、はい、僕の自慢のコレクションをいっぱい持っていくわけにいかないじゃないですか。そうですね。なのでまあステージとかスタジオで1本でやるってなったら、これは普段のそのニュアンスというかちょっとブルージーなニュアンスも出せるし、はい、ハンブバッカーの強い音も出せるし、一本でやるんだったらこっちかなっていう印象ですかね。なるほど、うん、柳井さんは？私はこっちですね。お、はい、まあ自分もフェンダー持ってますけれども、やっぱり
フェンダーの音とは違うじゃないですか。まあ、そうですね、はい、ネックグリップに関してはやっぱりちょっと近しいものを感じたので、やっぱ安心感あるなっていう意味でのこっちですね、うんうん、はい。まあ、普段 F 社の楽器を使ってらっしゃる方にもすんなり持っていただけるモデルが新しく登場したっていうのはいいなと思いますね。そうですね。今日ご紹介したおしゃれなものが気になった方は当店ギタープラネットホームページをチェックしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちらからお願いいたします。